皆さんどうもこんにちは、打楽器の演奏家の島田圭人と作曲家の鈴木雅文です。というわけで課題曲作曲家の鈴木雅文先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。炎上されております。今落ち着きました？落ち着いたと思います。あんまり知らないっていう方も多いと思うんですけど、吹奏楽コンクールの課題曲に選ばれたんですけど、炎上したりとかアンチと戦ったりとかしてでうわーってなったんですよね。ありました。結構僕の方に、鈴木先生ってどういう人なんですかとか、なんで炎上してるんですかとか、あれについてどう思いますみたいなのが結構ね、来るんですよ。なので、今日はですね、僕ちょっといろいろその炎上について流れを調べてきましたので、はいはい、それで答え合わせで、ご本人から見て合ってるかどうかっていうことと、それからおそらくこの炎上をね、知らない人もいらっしゃると思うんですけど、気になってる人とか、聞きたいこととかあるんじゃないかなと代表して質問したいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。まずなぜ炎上したのかについて、まず最初は吹奏楽コンクールの課題曲、2022年度の課題曲に鈴木先生書いたマーチブルースプリングが選出されました。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、吹奏楽課題曲に選ばれるって結構大変なことなんですよ。実はその前、2年ぐらい前かな、一回ちょっとツイッターで連絡をいただいてて、あの人の曲じゃんみたいななったんですよ。はい。だからね、喜んでたんですけど、いろいろと活動を始めました。で、コロナで失われた青春を取り戻すっていうことをテーマにして、各地の学校とか楽団とかに格安で指導に行き始めました。はい。合ってますね。合ってます。はい。で、その様子を Twitter、TikTok、YouTube など SNS にバンバンアップしたり、自身のサインを販売し始めたりして炎上。合ってます。結構、はしょっ。大きい流れとしては今ので、そうですね。ちょっと補足を。僕はツイッターでは賛否両論あるような発言をするんですよね。それは、あえてでもあるんですけど、はい、そっちの方が映えるというか、ツイッター映えするんですよ。ああ、だから目に留まってもらいやすいってことですね。そうです。はいはいはい。そういう趣旨で活動してると。で、それがアンチを作る原因になってしまって。おお。例えばどんなことを言ったんですか？例えば、僕そんなにね、目につくような言葉見てないと思う。僕そもそもツイッター書き込みしたものすぐ消しちゃうんですよ。へー。なのであんま残んない。そうなんですよ。どうしてそうなったのかわからないっていう。あ、自分でもあんまわかんない。自分では分かってる。ああ、なるほど。でも初めて見た人には、なんで炎上したのって。おお。じゃあ過去の調べても結構その炎上したきっかけみたいなやつは出てこなかったりすると。出てこないです。で、どんなことを。まずたくさんあるんですけれど、作曲者は作曲以外で稼ぐなとか、なんかそういう感じで来たので、要はアンチみたいな感じで作曲以外の仕事をしてんじゃねえみたいな。サイン書くのもそうですし、はい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 、指導するのもそうですし、僕は違うと思う、いろんな働き方があっていいと思って、はい、もう令和だよって言ったんです。はいはい。それになんか結構来て、へえ。あ、それね、その流れ僕見てましたよ。あ、見てました。はい、見てましたけど、別にそれなんか炎上したって感じはしなかったですけどね。引用リツイート見ればわかるんですけど、はい、見えないやつがあるんですよ。はい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 、はい、見えないのが結構アンチが多くて、それでわーってなったんですね。で、なんか今吹奏楽連盟さんはい、もうなんかちょっと活動についてもうちょっとおとなしくしてねみたいなことを言われてるっていうのをこの間ね お聞きしたんですけど、それどうです？多分それインスタのストーリーで書き込んだことなんですけど、はい、ちょっとこっからはちょっと あんまり踏み込んではいけない話なんですけど、はいはいはい、言えるとこまでで、いや、どれも言えないんですどれも言えないんだということでですね、いろいろと、過激な発言したりとか、活動自体が気にならないっていう人とかもいるみたいで、批判をする人たちのネット上に上がってる意見を、ばーって拾って、まとめてみました。はい、発表いたします。はい、鈴木雅文先生は、課題曲作曲家という肩書きを利用し、無垢な子供たちを騙して荒稼ぎするとともに、子供たちの青春を取り戻すという薄っぺらい言葉で、自分の知名度を上げようとしている詐欺師である。はい、こんな感じ集めるとそうなります。で、こっからは、ちょっと逆に反論してもいいと思うんですけど、とりあえず謝っておきましょうか。はい。炎上してしまい申し訳ありませんでした。炎上して申し訳ございませんでした。子供たちを騙して荒稼ぎして申し訳ございませんでした。子供たちを、なんだこれ。そんな素直に言うと思わなかったです。ありがとうございます。すいません。はい、そんなことないんですよ。多分、いろんな人が聞きたいこととして、
荒稼ぎしてるっていう意見が結構多くて、実際稼いでます？そうですね、稼いではないですよ。ああ、指導するときの部員数かける100円ということで、普通の多分相場の桁違いますよ、まあ、例えば部員が10人20人だったら1000円2000円 で交通費とかも多いですよね。赤字ですよね。赤字です。はい、まあ、ここで荒稼ぎはしてない、まあ、サイン書くのも最近なんかサイン屋さんで始めて、はい、あの500円で発行するんです、1枚、はい、でもそのうちの配送料で300円取られて、うん、そういういろいろもろもろあって、はい、1枚30円しか入ってこない。なので荒稼ぎは間違ってます、はい、と思うんですよ、はい、だから僕の方に質問来る人もなんかすごい批判を受けてるけど、別になんか水に切ってやってるのになんであれ叩かれてるんだろうねっていう意見とかも僕のところ来てて、はい、そうだよねとしか言いようがないんですけど、イメージなんですかね、なんかいろんな指導行ってるってなると。いや、もしかしたらそのサインだけで500円は高いっていうことですね。あ、なるほど、そっちか。裏側を知らない、はい、はい、郵送料とか、はい、式次第とか、そうです。それ書くのだってね、そうです、1枚何分とか時間かかるわけじゃないですか、って考えるとってことですよね、うん、ということで、それでおりません、はい、おりません、これ失礼ですね、ごめんなさい。赤字ですね。赤字ですね、はい、逆に例えば生活ってどうしてるんですか。あの、その部員数かける100円の方でなんとか稼いでる感じですね。サインでは稼いでない。なるほど。あ、部員数かける100でも稼げます。まあ、ちょっとはプラスになるかなって感じ。多ければですね、50人以上になると。あ、なるほど、まあ、ようやくプラス5000円だから、まあ、それでも安いけどね、5000円になって、まあようやく交通費とか抜いてもプラス出ると。あ、交通費は賞金使うんですよ。あ、はいはい、コンクールの課題曲 の賞金、はい、あー、なるほど。なので、あの、宿泊費は車なのでかかんなくて、うん、車中泊してるってこと。そうです、車中泊してるので。すごい、体バキバキ。食費と温泉とかコインランドリーとか。あー、お風呂代。そうですね、そこでまあ1日3000円ぐらいかかると思うので、1日3000円ぐらいはなんとか稼げてますということですね。はい、なので荒稼ぎしておりませんので安心してください。はい。はい、あとですね、まあその批判的なもので言うと、すごいなんか知名度を上げたい感じがするっていうことに関してなんですけど、それは知名度を上げたいですよね。上げたいですよ。はい、わかります。知名度は上げたいです。以上。いや、僕はあの、はい、お金を稼ぐよりは影響力を稼ぎたいです。あ、でそっちの方に今頑張ってる。はい、いろんな人に見てもらえる人になりたいっていうことですね。そうですね、タレント活動がしたいとかそういうことではなくて、僕喋り下手なのでそんなそこまで出たいわけじゃない。いや、そんなに下手じゃないと思いますよ。あと、なんでジャージなのって。僕3つ理由があって。3つ。1つ目がブルースプリングのブルーカラーですね。あ、マーチブルースプリングのブルーにかけて。そうです。2つ目、高校の指定ジャージ。え、これが青春の象徴として。あ、なるほどなるほど、自分の青春の象徴として。誕生日にお母さんからもらったんです。ブルースプリングっていう題名からも青春なので、青春っぽい格好にしたいなって思って、はい、あー、なるほど、まあ、学生服着るのはおかしいじゃないですか。あ、確かに、かなりコスプレチックになっちゃう。、はい、それよりはもうジャージで。あー、なるほど。4着持ってるんです、この青い。同じやつ。そうです、2着はもうその買ってもらった。で、もう残り2つが名前入り の、はい、あの本当の高校を使ってた。穴開いてる。ガチで高校の時使ってたやつ。はい。で、それを青春の象徴として履いてるっていうのが。それが2つ目。2つ目で、3つ目がコインランドリーですぐ乾くっていうのが。ああ、なるほどね。大事なんです。いろんなとこ行ってるから毎日のようにこう拠点が変わってくると、はい、クリーニング出せないんですよ、ね、はいはいはい。ジャージはうってつけ。車に住むのと家に住むのその常識が変わってくるっていうのは多分分からない方がいっぱいいるので、はい、いや、てか想像ができないんですよ。あ、まあそうですね、やったことないと。そう、子供たちのとこ回るために車住んでるっていうこともあんまり知られてなくないですか。あ、かもしれないです。僕初めて知りました。あの、ステージの上に立ってなんかこう喋る機会があって、はい、こういう活動してますって言ったらやっぱえーってなるんですよ。まあ、まだ全然浸透していないんだっていうことを。ああ、そうですね。それこそそういうの SNS で発信したらいいのにと思って。いや、でもちょっと映えないなって。映えない。あ、若者っぽい。もうね、10個下なの。映えない。映えないから投稿写真がね、はい、なるほど、そっか。これも結構やっぱ多いのが、なんかその青春を取り戻すってこれどういうことなのかっていう。ああ。それは別に批判してるわけじゃなくて、はい、みんなハテナハテナで、まずあの
コロナ禍で青春奪われたのは事実ですよね。本来であれば修学旅行も行ってたし、はいはいはい、で部活のコンクールだったり、あったし、普段の生活とか給食とかもそうですよね。まあ、それを青春とこう行きつけるのは人それぞれなんですけど、はい、僕は青春がそこにあったので、はい、あの奪われている学生さんをたくさん見ている気持ちになったんです、はい、でそれでどうにか僕の作品も青春なので、はい、取り戻したいなっていう考えになって、でもちろんその奪われた青春と同じものは、まあ、取り戻すことはできないんですよ、うん、形は違うけれど取り戻すことはできるかなって。青春それはコロナでなくした子たちに取り戻してほしいんじゃなくて、今の子たちにプラスワンポイントしてほしいってことじゃないですか。そうです、違う、そうです、そうです、合ってます、はい、だからそれで青春を取り戻すって言葉がね良くないんじゃないかなと思って言葉尻はすごいいいじゃん。そうですね、そう、しかもブルースプリングだから、はい、青春っていう言葉を使いたいんだろうなっていうのは分かるんだけど、青春を取り戻すがすごい詐欺師っぽいってね結構見たんですよ、はい、うん、青春は取り戻せねえよみたいなまあ同じ形は無理なんですよ、はい、形は違ければ戻っているとは思うんです、喜んでるんですよ、とても。それは今の子たちが、まあ、今の子ですね。そうなんですよね、離れてしまったら、まあ、僕はそこまでできないので、はい、あの一人の人間でここまで頑張っているけれど、やっぱ辞めてしまった子には、はい、やっぱアプローチできないので、はい、ここは続けてる子たちには少なくともってことか。そうです、あ、それにしよう言葉尻をうまく変えてそれが伝わるようにしたいですね。いろいろね、まあこれ見て、あ、そうだったのかとか、あとこういう炎上もしてたんだみたいな、ね、人もいると思いますけど、まあ、僕個人的にはやっぱりこうね、ブルースプリングの作曲者がすごい炎上しましたよとかなって、やっぱ例えばかわいそうなのって、そのブルースプリング演奏しようと思ってたけど取り下げになっちゃった学校とか、なんかどうもあるっぽいんですよ。やっぱそれちょっとかわいそうだなと思うので、あんまりアンチに構わずに平和的な発言をしたらいいんじゃないかなと思いますけどねしばらくね、はい、いや僕もあの一度これだけ大きい炎上になってしまうと、はい、もう炎上することに興味ないんですよ、はい、アンチを煽るとか興味なくなったので、はい、なので僕はもうほっとこうかなと、はい、まあ、ほっとくっていうのも炎上しそういうとこなので、僕はとりあえず興味ない、はい、燃えることも、はい、もうこれ以上燃え、前は燃やそうとして燃やしてるんですか。いや、ここまでなるとは思ってなかったちょっと火種はつけてやろうかなぐらいはあったとなんでわからないんだっていうことを伝えてるんです。ああ、なるほどね。なんでわからないの、はいはいはい、っていう感じで投稿してるんです、はい、多分アンチの人と同じ精神だと思います。なんでわかんないの、 あっちもそうそうそう、だから多分それを一回なくせばいいんですよ。なんでわかんないの、あ、でももうないんですもんね今。いやもう、はい、そうですよね、はい、興味ないってことはもうそれないと思うんで、あっちも多分こう境界線引いた方がいいのかな、分からない人を分からせようとそこまでしなくてもいいのかな。 あ正解正解、絶対そうだと思います。多分そっちの世界ではあの多分居心地がいいんですよね。そうそうそう、でこっちはこっちで居心地がいいわけじゃないですか。そうですね、進む人と現状維持の人と、はい、分かれているのが多分当たり前だと思うので、あ、そうだからね、向こうの人はこっちが進んでる人だと思ってる。あ、え、わかります？そういうこと、そう、だ、そう、そう、だから多分その考えが多分炎上しやすい気質というか、というのがあると思うんで、違う世界だっていうのはすごいね、いいと思うんです。で、こっちが進んでるっていうのは、つまり自分が上だっていう感じになるじゃないですか。じゃなくて、どっちも意見があって、どっちもいいよねってなってればいいんじゃないですか。そうですね。というわけで、10歳年上からの説教の回でございました。ありがとうございます。あの鈴木さんのツイッターとか YouTube とか概要欄貼っておきますの で、 いいです。今もずっとこういう活動されてるので結構お忙しいと思いますけど、指導してほしいっていう人がいればツイッターの DM までお知らせいただければ鈴木さんがなんとか考えます。はい、はい、なので今後ともですね、ぜひ活動頑張ってください。頑張ります。はい、ありがとうございました。それでは大学研究所の島崎優斗と作曲家の鈴木雅美です。さよならー。